三好カントリークラブは愛知県三好四黒笹町に広がるゴルフ場である。1955年代初め名古屋の在界でもう一つ和合があればと名門コースの建設の機運が高まっていた。県有地内に東山があることでの廃止論が囁かれていたことから出たのことである。ゴルフ場の建設用地は名古屋からの距離やアクセス、トヨタ自動車株式会社に近いことから 三好町座ザサブの共有林が持ち上がった。だが、全域が保安林であったため、低木が植わっている転石の多い丘陵地であった。1959年12月25日、新たなゴルフ場の建設に向けて、株式会社中部国際ゴルフクラブが設立され、会長には株式会社、松坂屋、笹部クレホ、社長には株式会社、中日新聞社、大島一郎が就任した。 コース設計は、笹部の提案で、世界レベルのチャンピオンコースから、英国のゴルフ事情に詳しいジョセフ・ィークレーンに依頼、工事は、池田建設株式会社に決定した。1960年10月11日、三好カントリークラブを、創立、理事長に、大島が就任した。1961年5月21日、現、西コース18ホールが完成し開場した。 その後、1966年10月9日、現、東コース9ホールを増設。1969年、現、東コース9ホールを増設し、東コース18ホールが完成し、開場された。コースは、全体的に、フェアウェイは広く、松林でセパレートされ、豪快なショットが楽しめる林間コース。特に西コースは、丘陵地に作られ幅広く、 ゆったりとした起伏が特徴で、池やバンカーが戦略ポイントともなり極めて何度も高く、プロツアーの大きな競技開催に適している風格もあるコースである。コースレートも難易度が高く、日本でベスト5に入る。東コースは西コースよりも距離的に短く起伏があり、短い距離でのバンカーなどが巧みに配置されたコースである。ジョセフ・インクレーンは、 1892年、イギリス人の父と日本人の母に生まれ、日本ゴルフ史に残るゴルフ場設計家。太平洋戦争をまたぎ1980年まで、関西を中心に、数多くの設計に携わった。設計したコースは22コースで、自然が主役で起伏を生かすことで難易度を高めた。また本クラブは1970年より、男子ゴルフトーナメントの 東海クラシック開催コースとして知られている。なお本クラブでは、1993年まで男女同時で大会を開催していた時代もあった。郵便番号4700201、愛知県三好市黒田社長さんが、ミネ1271番地鉄道道路。ありがとうございます。